ウィリアム・ネルソン・ペンドルトンは、アメリカ合衆国の教師、アメリカ成公会牧師であり、軍人である。南北戦争の時は、南軍の将軍となり、ロバート・ E リーの指揮した戦闘の大半で、砲兵隊長を務めたことで名高い。戦後、牧師に復帰し、宗教的な著作を表した。ペンドルトンは1809年に、バージニア州リッチモンドで生まれた。 両親はエドマンド・ペンドルトンとその妻ルーシー・ネルソン・ペンドルトンであり、そのプランテーションで育った。初等教育は家庭教師から受け、そのゴリッチモンドにあるジョン・ネルソンの学校に通った。父は兄のフランシス・ウォーカー・ペンドルトンにウェストポイントの陸軍士官学校に入学できるよう手配したが、兄のフランシスが軍隊に 興味のないことを意思表示した時にウィリアム・ペンドルトンがその代わりに入学した。1826年に士官学校に入り4年後に同期42人中5番目の成績で卒業した。ウェストポイントの時の同級生の中には後に南軍の将軍となったジョセフ・ジョンストン、ロバート・ E リー、ジョン・マグルーダーがおり、また後の政治家、ジェファーソン・デイビスもいた。 ペンドルトンは1830年7月1日にアメリカ陸軍の名誉将位に任官された。同じ日に将位として第2アメリカ砲兵隊に配属となった。その連隊はサウスカロライナ州チャールストン港を守るムールトリー、鳥で勤務を命じられたが、その秋にペンドルトンはマラリアにかかり、健康を回復するためにジョージア州オーガスタの武器庫勤務に配置えされた。 1831年7月15日、ペンドルトンはエリザベス・ページと結婚し、その後4人の子供が生まれた。ただ一人の息子、アレクサンダー・スウィフト・ペンドルトン大佐も、南軍で従軍することになり、1864年9月19日のオペクオンの戦いで戦死した。娘のスーザンは、後の南軍将軍エドウィンジー・リーと1856年11月16日に、 結婚した。ペンドルトンは1831年にウェストポイントに戻って数学を教え、1832年10月27日、第4はアメリカ砲兵隊配属となった。1年度の1833年10月31日にアメリカ陸軍から除隊することになったが、これはその出身州が無効化条例を発したためだとされている。1833年、 ペンドルトンは、ペンシルベニア州バックス郡にあるブリストルカレッジの教員となり、数学を教えた。1837年、デラウェア州のニューワークカレッジの数学教師を始めた。同じ年、ペンシルベニア州でアメリカ聖公会の牧師に助任され、1840年にはデラウェア州のウィルミントンにある聖公会男子高校で教え始めた。 三年後にメリーランド州ボルティモアに転居し、1847年に教師を辞め、オールセイント教会の教区牧師となった。1853年、バージニア州に戻り、レキシントンのグレース教会教区牧師となり、そこにいる時に南北戦争が始まった。1861年に南北戦争が始まると、ペンドルトンは南軍に従う道を選んだ。 3月16日に大尉の階級で南軍正規砲兵隊に入隊し、5月1日にはバージニア砲兵隊の大尉に選ばれた。ロックブリッジ砲兵隊と呼ばれる4門の大砲からなる隊を指揮したが、大砲に聖書の福音書にちなんでマタイ、マルコ、ルカ及びヨハネと名前を付けた。7月2日、 ペンドルトンは小規模なホーリングウォーターズの戦いに参戦し、そこで彼と彼の砲兵隊はうまく立ち回った。7月13日、ペンドルトンは大佐に昇進し、7月21日の第一次、ブルランの戦いの時は、ジョセフ・ジョンストン巡賞部隊の砲兵隊長を務めた。この戦闘で耳と背中を負傷した。1861年7月から、ペンドルトンは、 南軍のポトマック軍砲兵を指揮し、1862年3月14日、その軍隊が北バージニア軍と改名した後もその役割を続けた。3月26日、巡将に昇進した。7月3日、大砲を引くロバに足を蹴られ、おそらくそこの骨を折るという怪我をした。ペンドレトンが南北戦争で最も注目されたのは1862年の。 メリーランド方面作戦でのことだった。アンティタムの戦いが終わった後の9月19日夜、リーはペンドルトンに伝軍の不評体を指揮させ、翌朝までポトマック側の私を守るよう命令した。浅瀬を守る位置を指揮していたにもかかわらず、ペンドルトンはその部隊の通った道を見失い、その場の支配ができなかった。ペンドルトンは夜半過ぎにリーを起こすと、 その陣地が取られ、大砲のすべてが捕獲されたと狂ったように報告した。これはかなり誇張されており早とちりであることが後で、分かった。実際に捕獲された大砲は四門だけだったが、十分な理由もなくその不評体を引き上げさせていた。リッチモンドの新聞は戦争の残り期間、この事件を意地悪く報道し、配下の兵士や、全軍中であからさまな噂や冗談が広がった。 少なくとも一回、軍隊サモン委員会が、ペンドルトンのシェパーズタウンでの行動を調査するために、開催された。戦争の残り期間、ペンドルトンは、北バージニア軍での従軍を続け、東部戦線での1863年と1864年の主要作戦に参加した。しかし、戦争後半の2年間、その役割は、大半が管理業務であり、 実際に指揮したのは予備の兵担部だけだった。戦争期間を通じて宗教的な行動を続け、いつも部隊兵に説教した。ペンドルトンは1865年4月9日にリー軍と共にアポマトックスコートハウスで降伏し、そこで仮釈放されて故郷に戻った。戦後、ペンドルトンは歴シントンに戻り、グレース教会の教区牧師に復職して修正。 この職を続けた。ロバート・イーリーとの友好関係は継続し、その元指揮官を説得して、歴シントンに来させ、後にワシントン・アンドリー大学となる学校の学長に就かせた。リーはそのお返しに、ペンドルトンの教区民の一人となり、1870年、リーが最後の公的会議に出たのは、グレース教会集会所での集まりであり、そこでリーは、 教会指導者集団を指導して、ペンドルトンの給与を上げる、要相互制約を作らせた。ペンドルトンは1883年に死ぬまで、レキシントンで暮らした。その祝いは、レキシントンのグレース教会墓地に埋葬されている。ありがとうございます。